ろこさんとお別れした後、りょうこさんと2人でスカイツリーに行ってきました。これもしかして上りか。これ体育会系のやつですね。スカイツリーの一番上に行くまではぐる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 長いスロープを行くのを忘れてて、マジで疲れました。ちょっと GoPro さんを膝に置いてたので、ちょっと映りがこんな感じで落下しちゃったりするんですけど、本当に地味坂がずっと続いててしんどかったです。食べたもんじゃぶりを。よかった、今出てこなくて。死んでる。やばいよ。つらっ。乳酸やばい、腕の三頭筋が。文句を言いながらも頑張って登って、こんな感じで2人でカップル写真を撮りました。ちょっと語り語りタイムです。ですよね、人は人ですもんね。性格は人だから。そうだね。 YouTube とかのコメントにも、障害者の人からセクハラされました。許されるのかみたいな、我慢しなきゃいけないのかとかってあるから、それはそれで、ね、人としての向上だから、障害者だからいい人、性格めっちゃいい、優しいとかっていうのはマジでないなって思い込みだよね。思い込み、同じ軽いもんでしょ。でもいい人じゃないしって思わない。でもいい人だと思われてるのは利用してもいいけど。まあ相性もありますからね。性格っていうのもあるけど、それは誰も一緒だと思うんだよ。めっちゃ遊んでる人もいるから。でも別に障害者だからやりまくって悪いってこともないし。そうそうそう、逆にそれでそんなに遊べるんだったら羨ましいくらい。ねえ、人気だよね。しまくってた人確かに。日を変えたよ。今回はりょうこさんと浅草デートだよね。ね、結局デートしました。浅草デートしました。人力車に乗りました。りょうこさんはもんじゃも初体験、初体験、人力車も初体験、全部初体験です。やばい、体験だらけでした。楽しかった。いやでも楽しかった、超楽しかった。人力車も、人力車、車椅子ユーザーの人はぜひ乗ってください。ぜひ気分が良くなります。普段はね、下の位置なのに、いつも下辺だけど、上からの世界。人力車上からの世界。大きい車椅子になってるから、ね、ライブで車椅子のような人力車です。めっちゃ良かったです。楽しかったです。楽しかったです。まあ、動画にちゃんと映ってるか分かんないけど、ね、スカイツリーの長いスロープも、そうです、頑張ったんです。私たちぜひ体験してください。地味にね、疲れました。乳酸たまりますけど、痩せます。ぜひやってほしい。はい、こんな感じで。そうですね。はい、じゃあチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、フルマッチですが、何かもよろしくお願いします。じゃあ今日もご視聴最後までありがとうございました。またね。バイバイ。